ははい皆さんこんこにちバサ,、えー、サイン読みの楽しみ方っていうのが、えー、皆さんに少し伝わってきたかなと思っています、えー。レースが始まる前にどんな結果になるんだろうかというワクワクドキドキ今まで考えていたことがですねどんな結果になるのかそういうね、えー、競馬の楽しみ方を今回もですね えー、また違ったサインをご紹介して、えー、ドキドキしていただきたいなと思っています、えー、まずはですね今度はビクトリアマイルということでコバ、えー、のレースとなります、えー、そして牝馬のレースともなりますのでその辺りから、えー、サインをご紹介しますきっと最後にはドキドキしていただけると思っています まずはですね、天皇賞の終わり方を見てみます。えー、ジャスティン・パレス、タイトルホルダー、ディープ・ボンド、ブレイク・アップ、ボルドク・フーシュ、マテン・ロー・レオ、このメンバーなんですが、このメンバーは昨年の終わりの有馬記念から、そして高松宮杯、大阪杯などを経由して、えー、出走していたメンバーということですね。今年の春の G1 に出走していたメンバー、 がえー、ジャスティン・パレスとディープ・ボンドは有馬記念から連帯はしているんですが他のメンバーは何をしていたのかということですよねタイトルホルダーは、えー、ちょっと交渉で、ね、負けたんですがタイトルホルダーから5離れたところのディープ・ボンドが連帯この5離れたところというのは有馬記念と同じとなりました ブレイクアップも有馬記念と同じ7度成を指しました。ボルドク風詩も有馬記念と同じ7度成を指しました。勝馬から7離れたところに、このブレイクアップもボルドク風詩も同じということです。有馬記念と同じ結果になっているということですね。天皇賞がね。そしてマ天楼レオなんですが、大阪杯に出走していたマ天楼レオは、ゴード成のスターズ・オン・ワース。 が連帯していてい今回も天皇賞秋も春もゴードなりのジャスティン・パレスが連帯をしました考え方は分かっていただけますかね前走の G1 に勝ち馬からどれだけ離れているかというのを見るということですジャスティン・パレスとディープ・ボンドは有馬記念で同じ間隔に入っていた馬でしたこれもまた一つ考えておくことだと思います そして、ディープボンドは赤い糸という歩宇中の一番の馬の隣にいた馬でした。ジャスティン・パレスもラストドラフトという一番最後の馬順の馬の隣にいた馬でした。これもまたこれからどんな風に使われていくのかを見ていく方がいいと思います。この考え方をですね、今度、ビクトリアマイルですから、どういう風うに見たらいいのかということですよね。 昨年の終わり方を見てみます。昨年、ビクトリアマイルで買ったのはソダシ。そしてレシステンシアが3着。ファインルージュが2着だったわけなんですが、その他のメンバーですよね。昨年の終わり方はまた今年とは違うと思うんですが、どういうふうに終わっていたのかということです。レシステンシアは、えー、高松の宮杯に出ていた馬でした。 これが4枠の同枠に昨年は配置されて、ロータスランドまでの距離を見てください。ソダシまでの距離を見てください。3離れていますよね。そして隣枠なんです。同枠配置の隣枠、3度なり。これがレシテンシアの役目でした。そして、えー、赤い糸。大阪杯に出ていた赤い糸は、4隣の隣枠。 ここも4隣が同じ大阪杯に出ていた赤い糸が4隣のパタジェそしてビクトリアマイルでも4隣のファインドイジュを教えているそして隣枠を両方とも隣枠だったレイ・パパレは大阪杯から同枠配置7枠の同枠配置となり隣の枠を指しましたレイ・パパレから数は数えても当たりませんがこの枠は レシステンシアと赤い糸は3度なり4度なりで、高松宮記念と大阪杯で同じとなりました。ソダシはフェブラリーステークスに出ていたんですが、ここはもう何もせずということですね。ソダシの連帯ということです。レシステンシアの隣のソダシが連帯ということですね。昨年の終わり方はこういうふうな終わり方でした。では今年はどうなるのでしょうかということですね。 今年、ビクトリアマイルに出走してくるメンバーの中に、えー、有馬記念、高松の宮記念、大阪杯に出走していたメンバーがいます。えー、伊豆上の奇跡は、有馬記念の赤い糸の隣、ボルドコフーシュの隣の、に位置しています。そして、スターズオンアースは、大阪杯で連帯した馬です。二着馬ですね。 ナムラ・えー、クレアは高松の宮記念で連帯した馬です。メイケイエールは高松の宮記念で9隣、えー、ュードなり勝ち馬から9隣離れてる馬。ロータスランドは、えー、6馬番目と8馬番目離れた馬となります。これを一応チェックしておくということですよね。ヴィクトリアマイルの出馬票が出た時に昨年とどういうふうなこのスターズ・オンに・スターズオンアースにしろ ナムラクレアにしろどういうふうな入り方をするのかどういうふうな役割をするのかというのを見ていきたいなと思っているということですまだまだドキドキはしませんよねこれくらいではね次はですね、えー、ここからが面白くなっていきます春に行われるビクトリアマイルンバの小馬のレースです そして、秋に行われるエリザベス女王杯というのが、秋の小バのメスの G1 ということですよね。ここを並べてみました。ということで、昨年の秋行われたエリザベス女王杯の結果はどうだったのか、何が面白かったのかということなんですが、えー、赤い糸が同枠配置、テルツエットが同枠配置っていうのも面白かったんですが、一番の見どころは、 栗のプレミアムという馬とローザノワールという馬が1枠に入ったことでした。この2頭は春のビクトリアマイルで勝ち馬の隣の枠にいた馬でした。ローザノワールの隣のファインルージュ。栗のプレミアムの隣の枠で育ち。そして秋のエリザベスではこの2頭が1枠に入って8枠のジェラルディーナが連帯をしています。 その前は、レイパパレ。2021年の秋に行われたエリザベスで、カチウマの隣の枠にいたレイパパレが、ビクトリアマイルで隣の枠にいます。カチウマの隣の枠にいます。そして、3度なり。ということです。ローザのワールは、ビクトリアマイルと6度なりが同じ。隣の枠も差し、6度なりも差しています。 その前のエリザベスのテルツエットを見ていただきたいんですが、えー、テルツエットも4度なり。春に行われたビクトリアマイルと4度なりが同じ。そして、隣枠を指している馬。ということは、どうなるんでしょうか。昨年のエリザベスで出走していた馬の中に、勝ち馬の隣にいた馬はいないのかということです。 だんだん見てみたくなりますよね。誰が出走してくるんでしょうか。そして今、隣の枠を指しただけのお話をしましたが、もう一頭、勝ち馬を教える馬がいます。いますっていうのは何なんですが、結果論ですからね。デアリングタクトから5隣がジェラルディーナでした。昨年の秋ね。そして春にデアリングタクトから5を離れたところがソダシでした。 えー、春のビクトリアマイルと秋のエリザベスを比べるとデアリングタクトから5離れたジェラルディーナとローザノワールから6離れたライラックで1、2着をしているということです。その前は先ほどレイパパレから3っていうのをお話をしましたがデゼルから8になるソダシ。 これがエリザベスと、前年度のエリザベスと同じになります。レイ・パパレの隣の枠で3馬番離れたところと、春のエリザベス、秋のエリザベスのデゼルから8っていうのが同じになって、育ちとファインドゥージュの結果になります。だんだん分かってきていただけますでしょうか。隣の枠にいる馬と、 遠くから同じ馬番だけ離れて刺す馬がいるということですよね。これがここ、何レースか続いています。そうするとですね、今回出走するメンバーの中に、えー、昨年の秋のエリザベスで隣の枠にいた馬は誰かということになります。ここで2頭浮上します。 クリノプレミアムは1枠に入って8枠の隣の枠ですよね。そしてナミュールもウィン・マリリン・ライラックの隣の枠に入っていた馬でした。ということは今回クリノプレミアムなのかナミュールなのかこのどちらかの隣の枠が買い目ということになるんではないでしょうか。そしてクリノプレミアムから2、5、7。 隣の枠でしたら2、隣の枠の2馬バンドなり、ナミールでしたら隣の枠の3馬バンドなりに注意が必要なのかなと、まあ、思っているんですが、もう8割、9割型、栗のプレミアムの方がサインをするんではないのかと思っています。それはなぜなのかというのは皆さんで考えていただけたらいいとは思うんですが、もうあのね、ここまで。 お話ししていまえば、えー、同じなので、えヴ、ー、ィクトリアマイルでデアリングタクトがサインバとなりました。その前は、レイパパレという馬が連帯、あのー、サインバとなりました。この二頭とも一番絶ンの馬でした。この一番と大外の絶ンを背負った馬がサインバとなるっていうのが、今回も繋がっていくんではないのかなと。そして、 えー、カチウマの隣にいる馬。ジェラルディーナのカチウマの隣にいる馬。ということで、ローザノワールもファインルージュの隣にいた馬でした。いろんなことで、えー、このクリのプリミアの方が、えー、サイン場としてよく見えます、えー。ということで、このお話はいいんですが、この次ですよね。 ビクトリアマイルの中のお話となります。今、えー、間にエリザベス女王杯を挟んでいたわけなんですが、えー、今回は、えー、ビクトリアマイルだけの、ね、前年度、前年度、前年度のサインを見てみます。同じことが行われているんではないかというお話です。えー、17年に、えー、アドマイアリードから6離れたところ、 電光アンジュから6離れたところが1、2着となったというのは、ここ勝馬との関係なんですね。その次の年の2018年で、えー、デアリング、ごめんなさい、電光アンジュですね。電光アンジュから6離れたところ、アドマイアリードから6離れたところ、アドマイアリードと電光アンジュを見ていただきたいなと思うんです。 1> ここ1、えー、1、2着の馬が次の年同じ間隔でサインをしました。電光アンジュから6離れたところがジュール・ポレール。そしてアドマイア・リードから6離れたところがリス・グラッシュという結果になりました。次はカチウマがいませんでした。2019年はいませんでした。 前年度の勝ち馬がいませんでした。えそして、ワ、え、ンーワンっていう馬から4度なり、そして、電、えー、光アンジュから2度なりで、プリモシンが同じ間隔で参イをされました、えー。2020年を見ていただきたいんですが、今度はプリモシンという2着馬がいます。このプリモシンからノームコアまでの距離は、 6離れています。この6離れていたプリモシーンから6離れたところにいるサウンドキアラが連帯をしました。だんだん分かってきていただけましたか。えー、次は、今プリモシーンの次ですよね。今度はサウンドキアラという馬が大外で2着をしています。大外で2着をしています。 そしてサウンドキアラから7離れたところがアーモンドアイだった結果から2021年はサウンドキアラから7離れたところのグランアレグリアが一着となっていますその他にシゲルピンクダイヤから5ダノンファンタジーから6っていうのも同じとなっていますシゲルピンクダイヤっていうのが2021年で えー、初めてこう1番から数えて前年度出走してきたメンバーが一番早く出てくるシゲルピンクダイヤになりますでその前のプリモシーンもー一番初めに出てくる5番ゼッケン1番2番3番4番5番出ている出ていない出ている出ていないと見ていくとラブズ・オン・リュウ出ていないピーチ・サンバ出ていない シャドウドディーバ出ていない、シゲルピンクダイヤ出ていない、プリモシン出ている。っていう一番目に出てくる馬という意味と、2着馬、前年度の2着馬という意味でプリモシンがサインをします。そして次の年、今シゲルピンクダイヤから5でしたよね。そしてサウンドキアラは勝ち馬として7度なりでしたよね。そして昨年、 デアリングタクト、ソングライン、名所ミモザ、マジックキャッスルっていうふうに一番初めにマジックキャッスルが出てきます。このマジックキャッスルは前年度の3着場です。ということはマジックキャッスルから6離れたところなのか8離れたところなのかが連帯をするんではないか。ということで結果は8離れたところ、マジックキャッスルから8離れたところのファインルージュが2着となりました。 サインの見方は分かっていただけましたでしょうか。マジックキャッスルは、一番、デアリングタグと出ていない、ソングライン出ていない、名所ミモザ出ていない、マジックキャッスル出ている一番目の馬としての意味と、えー、前年度の三着馬の意味を二つ持っていて、八度なりを指した、昨年ね。ということは、ここまで説明をしましたので、 今年、誰が出てくるのかということですよね。昨年のビクトリアマイルと出出、出走が同じになって登録をしている馬、出てくる出てこないはまだ出馬表が出ていません。アートハウスからロータスランドまでの今19頭をこう登録をされています。この中から1頭削られるんですが、えー まさか、栗のプレミアムも、ソダシも、飛ばすことはないとは思うんですが、えー、今度の出馬表が出たときに、1番から順番に見ていってください。その中で、このアンドゥラナウト、栗のプレミアム、ソダシソングライン、ディウィーナっていう、この昨年出ていた馬が、1番目に出てきた馬が、サイン馬となるではないかっていうのが一つの考え方。そして、昨年1着の ソダシが出てきますよね。ソダシから、ソダシは昨年一着ですから、自身が一着っていう意味合いもあるとは思うんですが、えー、ファインルージュまでの距離は7離れています。これを覚えておきたいなと思います。もしもソダシが一番、二番、一番初めにソダシが出てきた、 えー、出馬編の1番から18番までで、1番、2番、3番、ソダシ。一番初めにこのメンバー 5, 5頭の中で一番初めにソダシが出てきたら、もうソダシのから7番目、両方、両サイドに7番ま離れたところの馬を買いたいなと思います。これはまず一つのビクトリアマイルの中のサインだと思っています。えそして、栗のプレミアム。 えー、ナミュールの隣の枠で、え栗、ー、のプレミアムから隣の枠の隣の馬番の組み合わせで、今回はビクトリアマイルは狙ってみたいなと思っています。まだ出馬表が出ていない時にお話をしています。ドキドキしてきましたかね。<laughs> まだ全然、えー、何を言ってるんだと、おこう、 えー、考えるのはもう自由でしてね、えー、もしも今までこうなっているから今年もこうなるんではないだろうかという期待を思ってですね出馬票を待っているわけです、えー、まだ今火曜日の晩ですのであとまだ水曜日もまだ木曜日もまだ 金曜日やっと出馬表が出るわけなんですが、えー、まだ決められてないのか決まっているのか分かりませんが、えー、皆さんの心にですね、えー、刺さるような考え方のお話だったでしょうか楽しいですよねもしどうなると思いますかどういう結果にどういう出馬表に発表がされて どんな結果になると思われでしょうかというふうにサインのこうサイン競馬の楽しみ方っていうんですかね、えー、もうあのー、競馬がね普通に見れなくなっちゃいますが、えー、ねあっ当てもみたいになっちゃって、えーあのー、どれが来るのか人気どおりか人気なのか人気薄なのかそれで配当はいくらなのかっていう博打の考え方とはもう全然 違った考え方になっていますから、えー、ね、これが皆さんにとってどう、ね、また邪魔になって、思考の邪魔になって、<laughs> 外れわけも買ってしまうことになるのかもしれませんが、えー、いろんなことを考えて、出馬表を待つっていうね、サイン競馬の楽しみがね、少しでも伝わればいいなと思っています。はい、いかがだったでしょうか。まだ出馬表が発表されない前にね、 お、えー、お話ししていいた方が面白いのかなとワクワクドキドキがねできるんではないのかなと出馬が出てからではねもうあんまり時間がありませんのでねはい、えー、こんなことを今考えているっていうことですはいいかがだったでしょうか、えー、もしも面白いなと思われた方はもう高評価、えー、チャンネル登録、えー、チャンネル登録をこの頃ね えー、30人、40人と増えてきまして、ですねしていただける方があたくさんなってきました。それでも1700人なんですけどね、<laughs> 弱小 YouTube なんですが、YouTuber なんですが、<laughs> はいまあ、もうあの自分の、ねえー、世界ですので、えー、もうあの大きかろうが小さかろうがね、自分の考えたことを発表できる場所っていうのがね、あるのがいいと思っています。はい えこんなおじいちゃんにですねまたコーヒー一杯面白かったならコーヒー一杯おごったろうと思われた方はまた、えー、投げ銭をよろしくご支援をよろしくお願いいたしますはい、えー、また出馬表が出ましたら、えー、この考え方を当てはめてですね、えー、狙い馬を決めてみたいなと思っていますはいそれでは今週も頑張りましょうファイトはいありがとうございました E aí